改札口現在のホームの鹿児島中央、方面高架化工事に伴い移設された、鹿児島中央方面の仮設ホーム高架化工事に伴い建設された仮駅舎、谷山駅は、鹿児島県鹿児島市谷山中央一丁目にある、九州旅客鉄道いぶすき枕崎線の駅である、島式ホーム一面二線を有する高架駅、JR 九州サービスサポートが、駅業務を行う、 業務委託駅で緑の窓口が設置されている。IC 乗車カード、守護課の利用が可能で自動改札機が設置されている。守護課は緑の窓口や自動券売機で購入できる。なお、JR グループのフル規格自動改札機設置駅としては当駅が最南端である。タッチパネル式の自動券売機が2台設置。改札内には IC カードチャージ機が設置されている。 高架化工事に伴い取り壊された二代目駅舎2016年度の1日平均乗車人員は2594人である。谷山駅前の通り旧、谷山市の市街地が駅から国道225号線沿いに南方向へ伸びている。谷山は市内の中でも大きい住宅街で、谷山駅から五井の駅付近まで通勤、通学の需要が大きく、列車の本数が多い。 指宿枕崎線がその住宅街の中を通っている。上、昔からの住宅街のために車道が狭く、渋滞が起こりやすい。JR 谷山駅前の通りそのため、谷山駅、次元地域間の効果を含めた再開発が検討された。このうち、谷山駅、次元地域間の効果化については2008年12月に工事が始まり、2016年3月26日に、 完成した。同時に、駅舎も従来よりも南側に移転し、エレベーターと上り専用のエスカレーター1機を、バリアフリー対策として新しく設置した。JR 伊ぶす枕崎線、市電場、第二高架橋田の橋脚に比べて広いスパンが確保、されている。鹿児島交通と鹿児島市営バスが、谷山駅前バス停から発着している。鹿児島交通鹿児島市営バス。 鹿児島市が約180億円を負担した、市単独の立体化事業である、九州旅客鉄道いぶすき枕崎線快速、名の花普通うすき駅、谷山駅、次元寺駅、ありがとうございます。